フレックスとフランスの欧州連合離脱、通称フレグジットとは、フランスが欧州連合から離脱するという仮定。フランスのエマニュエル・マクロン大統領は2018年1月20日、BBC とのインタビューで、フランス人はおそらく国民投票で、フランスの欧州連合離脱に賛成票を投じることができただろうと述べた。第二次世界大戦終結直後、 ソビエト連邦に対峙する陣営を形成するため、西欧諸国を統合していく機運が高まった。1948年に設立された統一欧州のためのアメリカ委員会をはじめ、アメリカは欧州の統合を積極的に後押ししてきた。ジャンモネはフランスにおける熱烈な協力者の一人だったが、フランスの主権の喪失を危惧していたゴーリストとアメリカ陣営へ取り込まれることを危惧していた。 フランス共産党は統合に反対していた。1957年3月に調印されたローマ条約により欧州経済共同体が発足する。翌年に政権についたシャルルド・ゴール大統領は、1962年3月のエビアン協定でアルジェリア戦争を終結させた後、同年5月の記者会見で6カ国に同じ政治を押し付ける統合者が現れるとすれば、 それはヨーロッパのものではないだろうと欧州統合の背景にあるアメリカを弾劾した。しかしフランス国民議会に過半数の議員を持ち合わせていなかったため代わりにドイツとアメリカとの政治的つながりを断ち欧州統合をフランス主導のものに変えようと1963年1月にエリゼ条約を付属間で調印するもドイツ連邦議会が条約を批准する際に 条約の解釈余地を設けたことでドゴールの試みは、とんざした。1965年には、ヨーロッパにおける通貨同盟の発足をアメリカ国務省が採測した。1979年、当時のパリ市長だったジャック・シラクは講演演説の中で、ドイツとアメリカの利害に支配されたヨーロッパは、断固として拒否すると放った。 欧州連合からの離脱を得勢力としては、2002年、フランス大統領選挙の立候補者だった、ダニエル・グリックスタンの労働者の党、フランス共産主義最高軸、ジャック・ニコノフが党首を務める脱グローバル化の党、そして2017年フランス大統領選挙の立候補者だった、フランソワ・アースリノの人民共和連合が挙げられる。2019年3月29日に、 ロンドンでイギリスの元大臣などを含めた有識者がフレックスットの応援演説を発した。ありがとうございます。